ご来店ありがとうございます。東京スター銀行のキラキラです。そしてこちらは VR ラウンジの星のかけらことスターちゃんです。ねえスターちゃん、円の普通預金に預けているだけでお金が増えたらいいなって思うことはない？実は今はそんなことないんだよスターちゃん。普通預金だって金利で選ぶ時代が来てるんです。ということで今回は東京スター銀行の金利優遇プログラムについてご紹介いたします。金利優遇プログラムは3つの条件のいずれかを満たした方に翌月のスター1円普通預金金利が優遇されるプログラムです。条件のうち1つを満たすと年利 0.4%、 2つ以上満たせばなんと年利は 0.5% に。その条件とは次の3つ。1つ目はスター1円普通預金口座を給与振込口座や年金受取口座に指定していること。2つ目は資産運用商品円仕組み預金、外貨預金、投資信託を300万円以上保有していること。3つ目はNISA口座を保有していてかつ投資信託を購入していること。例えば東京スター銀行のスター1口座でお給料を受け取りながらNISA口座を開設して投資信託を購入すれば、なんとスター1円普通預金の金利は年利 0.5% になるんです。普通預金の金利は低いというイメージを覆すとってもお得なこのプログラム。これから資産運用を始めてみたい、せっかくなら円普通預金もお得に活用したい、そんなあなたのお悩みもキラッと解決するんじゃないですか。詳しくはホームページをご確認ください。それでは東京スター銀行のキラキラでした。またのご来店をお待ちしてますね。スターちゃんのお給料？